1800cc から 5500cc まで、最新リアホイールドライブマシンによる異種格闘技バトル。グリッドはパワーウェイトレシオの逆ポール順、ロードスターターボのスペックはあくまでも予想値。アルクセイドですけどね、前回乗った時よりちょっとまあ、基本的なものもあるんですけど、すごいオーバーチェアで少し不安ですけども頑張りたいと思います。はい、03年7月もデビューということで、この車はどうだ、スポーツの Y11S、それもサーキット仕様と、なんかコンフォート仕様と2つあるらしいんですけど、それのサーキットの方で、まあもちろんこの中で一番軽い車です。800キロぐらいしかないです。さあバトルスタート。共通点は駆動輪が後ろなだけ、あとはパワーも重さも価格も無差別級。1コーナーへの怒涛の突っ込み。オイルスピンしっぱなしなんだけど、なかなかいいスタートだけど、おー、後ろの連中がみんなバカッパやだからな。危ない危ない危ないって、俺の車も ABS も何もないんだから。もういつものようにガンさんの避けるだろう運転の一発で幕開け。ビーズは速いのかな。ガンさん CSL は早くもこの位置。ABS もない。1周目は本当勘弁してごめんごめん、みんなごめん。こういう小さいとこは多分ロードスターでも負けないでしょ。コーナーが得意なマシンも直線が得意なマシンも操る楽しさ存分に見せてください。なかなかこのパワーに物を言わせてグイグイついていくっていうのも悪い気はしないね。ストレート勝負、まずは第1ラウンド始まり。ストレートでロードスターをかわす。ああ、どんどん行かれちゃう、どんどん行かれちゃうよ。あららららら、そんなに行っちゃうの。リアドライブならではのステアバランスを最終コーナーでチェック。500馬力と 71.4 キロの大トルクで SL は前の2台を捉えるか。おっと、ここはまだ様子見。さあ得意の直線加速。2003年12月号で CSL を走らせたガンさん、今回はバトルの中で CSL の良さ引き出してくれますよね。フロントが温まってないよ。クソ、エリーゼが来た。この車の軽さはいいんですが、止まんなさっつーのもあります。ミスしたら結構終わっちゃいます。まるでレーシングカーのブレーキです。電子デバイスだけど、なかなか絶妙なコントロールするよね。うわぁ、 S タイヤがだけど、なかなか絶妙なコントロールするよね。うわぁ、 S タイヤがようやく温まってきたロータス、そろそろ本領発揮か。コーナリングは早いはず。500馬力で2トンのコーナリング性能はどうか。でもなぜか最終コーナーだけはちょっと消極的。バトルは3ラップ目に突入。早くしないとどんどんガンさん CSL が逃げちゃいますよ。一方、いち早く団子から抜け出した CSL、 コメントは少ないですが、リアドライブならではの楽しさを走りで表現中。マイナーチェンジの効果はどうですか、中谷さん。なんか本当にレーシングカー乗ってるようなドライブフィールで、タイヤのね、いいとこ悪いとこも全部分かっちゃうし、
ペンションがだいぶソフトっていうかダンピングが良くなって車の方の能力がすごく上がってますよね。 RX8 を引き離したロータスはストレートはどうでしょう。あ、S2000 の方が速い。ガンさん、CSL のドライバビリティはどうですか。全くステアリングを動かさなくていける。最終コーナーのマシンコントロールがリアドライブ車の醍醐味。おお、面白いじゃん最終コーナーの姿勢。バトルは残り2周。確かにパワーは有り余ってタイヤのキャパは物足りないんだけど、決してこのハンドリングなんかもね、全然不快なもんじゃないよね。かなり正確にステアリングで車コントロールできてるよ。ハッチャンロータスが S2000 をじわじわと、ハッチャンロータスが S2000 をじわじわと追い詰めてきたぞ。けどね、コーナー早いから楽しいよ。やっぱね、車重はこっち軽いけどパワーがあるっていうのでこの区間は離されちゃいますが、例えばここでもこれ詰まってるもんね、確実に。その頃バックストレートでは、うわー、ストレートでやられるか、今ちょっとリア出してしまったからな。はい、ひえー。さあバトルはファイナルラップに突入。 S2000 とロータスの2位争いはさらにヒートアップ。一周目の遅さはわざとだったのかな。それは S タイヤとブレーキが十分に温まってなかったからですよね。はっちゃん、チャンスチャンスチャンスのはず。コーナリングスピードに勝るロータスが S2000 をついにロックオン。クロスをかけます。やった、コーナリングマシン頑張る。けどこのストレートはこっちも早いか。ガンサン CSL は余裕のクルージングで一足お先にゴール。ハッチャンロータスはアウトから仕掛ける。前へ出られるか、さあどうだ。アウトから行ったけど残念。 CSL はノンオリジナルのタイヤで6秒台に入る速さを見せた。最後尾ながらプロトタイプのロードスターターボはベース車よりおよそ2秒のタイムアップを果たしていることに注目。そして今回はバックストレートの最高速もチェックしたので参考にしてほしい。